唇ぶつけました。はい、今日は何の動画だと思いますか？はい、今日の動画は何ですか？今日はなんとなんとなんと家族が増えました。家族は、はい、家族でした。でね、問題です。家族とは誰でしょう？チクチャクチクチャクチクチャクチク、何する？問題です。家族が増えました。家族とは何でしょう？カッコ1、猫、2、カブトムシ、3、犬。チクタク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 、正解はトゥルル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 ルカブトムシのカックンでした。なんかパパのお仕事の友達の人が、なんか動かすな、なんか動かさないで、なんか動かさないで、ねえ、なんか、ねえ、本当にやめないってなら、もしかしこれだよ。なのしかし。ナナ。ね。もうや、ナナバイバイ。何がしたかったの？見たかったの？カブトムシ。見してあげて。クリッパー。わかった。見してあげて。見える？カブ動いてる？寝てるの今。真ん中に戻してください。待って待って。ナナちゃん。そっとそっとそっとやらないとダメなの。はい、名付け親はサンちゃんです。カブトムシくんのカックンだね。カのカ。カブトムシのカ。我が家にカックンがやってきました。家族になりました。家族になりました。可愛いでしょ？じゃんじゃん。こっちはお人形さんです。パパの持ってる。じゃんじゃん、かっくんとさっちゃんの。さっちゃんはね、茶色だよ。なかなか立派なカブトムシ。これはパパの会社の人が、あとお店の外で見つけたんだよね。それをくれて持って帰ってきてくれたの。見て、カブトムシ捕まったよ。見て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 。あ、偽物。本物じゃない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 。じゃあ開けてみて。これ金ちゃんになってるし、足がパパ、これは本物、本物だって。これちょっと待って、下見ればわかる。さあ、本物だって。これは偽物タイヤ。これも偽物。それだけ本物、本物だ。本物だから開けたらダメ。開けたらブーンって言って、貸して貸して。あ、動いた。やっぱり本物だ。うん、これだった。動いてる。角。入れていい？角でございますよ、あなたの。あなたが落とし、あなたの落とし物ですか？バッタ触りたいほどかわいい。何虫だっけ？生きてたの、カブトムシだっけ？クワガタムシだっけ？どっち？バッタさん、生きてたの。ママ、カブトムシ。
これ。どれか。全部。じゃあ触って、おもちゃだったら取れるでしょ。なんかあ、これ本物だ、一匹。一匹は本物だ。ウイウイピカピカパン。ちょっと捕まえて。おもちゃでしょ。おもちゃじゃない。じゃ捕まえて。これだけおもちゃじゃない。うちに来て3日目です、はい、スイカあげたりゼリーあげたりしてます。ゼリーね、最近あんまり食べなかった、うん、今日初めて食べた。今日初めてゼリーを食べました。ずっとスイカばっか食べてました。あったあった、よかった。もう怖くて掴んじゃってるわ。うん、怖くて掴んじゃってる。はい、かっくんです。これ黒い人いるかもしれないけど、あ、虫ダメな人ちょっとね、ダメだね。ナナもうやめろ、ナナもやめろ。かっくん大暴れ、はい、かっくんの持つ、正しい持つとこってここで合ってるかな。ちょっと皆さん教えてください。コメントに教えてね。超ビビってるから早く戻してあげて。うん、よいしょ、はい、あ、ごめんね。虫ダメな人いるから、ごめんね、ごめんね。何やって、もう驚いて、もうご飯食べに行っちゃってるよ。ご飯食べに行っちゃってるよ、うん、ご飯食べに行った。また持ち上げるっていうね。かっくん、危ない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 、もうあんなことやりたくで、こんな感じで一応お家作ってあげました。なんか木くずを下に引いて、あと木の棒に穴が開いたやつがあるんで、そこにゼリー、穴にゼリーを差し込んで。でも入らなかったね。ママ、そうそうそう、これさ、ね、木の下にいたや、あ、いたじゃん、最初。これ置いたら。そこ気に入ってたのいなくなったから悲しんでんね。あ、ごめん。あそこでさ、ずっと寝てたもん。そうなの？多分あそこ気に入ってたんだよ。ここがちょっとこうなってたってことでしょ。そうそうそう。もうちょっと落ちたら大変じゃない。もうちょっとこっち、もうちょっとこっち、どこでいいんでしょ。だから貸して。でも虫だけだからもう一旦触れないよ。こう？ね、角がやばい。角がやばいって。いいよ。ねえママ、飛んでく飛んでく。ああああああ。わおお。一かくん。かくん。これ。あ、ほら、いったいった、あ、いったよ、いった。ほらね、ジュンが言ってた通り、この木の下がかっくん好きみたいです。今なくなっちゃってたので、この木の下の隙間を作ってあげました。これ、これ、虫だから、もうちょっと上だったんだけどね。もうちょっと上だったの。うん、まあでも、これ虫だよ、これ食べよ、これ食べよ。ちょっとママ女子なんで、虫とか買ったことないので育て方がわかりません。誰か教えてください。というわけで、家族が増えたようなご報告動画でした。カブトムシのかっくん、これからもよろしくね。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。じゃあかっくんと一緒に、せーの、グッバイ。グッバイ。する気ないね。もうちょっと木上にしてあげたい。じゅーっと言って、カブトムシの人形3個手に持ってるのはカブトムシのおもちゃ3個でした。いつもよりたくさん。Okay.